今回は投手陣について先制していくようなゲームが必要になってくるんで今村と桑原に関しては頑張ったと思うよねプレッシャーを跳ねのけてきたのが菅野やから急精神になってもらいたいよねはいというわけで前回はジャイアンツの野手陣についてお話を伺いしたんですけれども今回は投手陣についてお話を伺いしたいと思います、はいうん、現在ですねジャイアンツのチーム成績としましては防御率が 3.56で5位、はい、ホールドが29で2位セーブが13で1位という形になっておりますけれども <laughs> 村田さんのお顔が <laughs> なん<か>渋い <laughs>。 昨年チームとしては3位の中で防御率が3.63で4位と防御率もやっぱあれでしたねホールドが112.2位西武が33.5位ということで、まあ、でも、昨年とこの大きく違うところといえばやっぱあの大勢投手でちょっと5月8日ですか、ね、の時に初めて,初めてそれでもやっぱり15試合投げて12セーブと勝ちも1ついてますから。うん やっぱりこれは大きいですよねお二人から見てどうですか150コあんなホールピッチャーって俺見たことないからさそれすごいでストライクちゃんとほれるもんね投げれるっていうことがそれすごいと思うし1年目からですからねやっぱり10連続セーブってなかなかよやっぱ受けたいと思いますかいや、 ある程度のところ投げますもんね、うん、投げてみないとわかんないっていう感じじゃないのでまっすぐもあってそれ以外の変化球も請求できるんで正直、もっと荒れると思ったんですよね、うん、で苦しくなってまっすぐしかなくなって、うん、でそのあた時ちょっと苦しいかなと思ったんですけ、はい、ある程度請求してカ,のカウント取っていけるんであれはでもすあ思ったよりすごいなと思いましたね。うんはい 大きいですよね、やっぱりセーブが取れるようになったっていうのはやっぱり投手陣としては大きな一つのまあ収穫っていう表現をしてのかわかんないですけどこうチームとしては大きなそういうことですよ、なかなかないもん出てきた時に雰囲気変わりますもんね、で将あともう一個は、一回失敗したからこの次だよねあれから失敗した後には上がってないですよね投げてないですよねあと、あれ打たれたけど もうちょっと投げたらなぁと思ってた、うん、そんな中でこう先発ではこう赤星投手が先発ローテーションの一角としてやられてますけれどもやっぱりこのどんどんピッチャーのこの最高球速っていうのは上がってきてるわけじゃないですか150投げるピッチャーが増えてきたりだとか、うん、っていうその中で赤星投手がこう勝ててる要因っていうのはどんなところにあると思いますか でも一番はコントロールがいい、請求がいい、すごい。逆にまとまらすぎてるから、ちょっと有利カウントはボール気味を投げてみるとか。もうちょっと遊んでいいっていう。誘うっていう誘い球が少ないのかなと。球種も多いんですよね。両方に曲がるようなボール持ってますし、あとカーブもあるし、でまっすぐも早い、百五十ね百五十近く出るんで、ブルペン見たらびねほとんど見て動かない。キャンプで一番コントロール良かった。赤星はええと思った。 しかもいろんな球種を、ねうん、ほぼほぼコントロールしてるんで、はい、やっぱりね疲れとかもあったとは思うんですけどもね、うん、シーズン入ってから、うんまあ、そんな中でもほかにもですねこう山崎投手だったりそれこそ堀田投手、平内投手などこう若い投手がどんどんこうマウンドに上がっていってるような印象を受けてるんですけれどもその中でもこの若い投手陣の中でお二人がこう注目する投手っていうのはいらっしゃいますか、うん、うわ堀田 俺はったよね、山崎もいいピッチャーになると思う、シュートスライダー、堀田の方が正統派というかさ、まっすぐチェンジアップでさ、縦変化のピッチャーで、球のスライダーみたいなね、でもちょっとここにきて、オープン戦的なボール速かったような、そうですねもうちょっと強かったかなってね、それがちょっと、なんでなんですか、理由としては、疲れとかが出てきてるってことなんですか でもまだ始まったばっかり、まず大事。そうですね。<laughs> 確かにそうなんですよね。今日、ね、大事に疲れてるしね。<laughs> それがなん、なんでなのかなぁと思うよね。まあ、うん、うん、雰囲気いいですよね。でも、ブルペンで投げてる立ち姿なんかは、やっぱり。ちょっと雰囲気あるなあと思ってね。うん、キャンプの時見てましたけどね。うん、まあ、でも、そんな中は、やっぱり菅野投手がゴールデンウィーク最初の方ですかね。で、ちょっとリザ離脱してしまったんですけれども、今日から。 だからもう、そういうふうには、すげえプレッシャーなんだけど、そのプレッシャーは跳ね除けてきたのがスガ野やから。だから、皆さんがエースというわけだから。今日、彼は勝つのと負けるので、もう巨人の勢いは偉いから。と思う今日は僕ね、本当にもう。小中のみながら、かぶりつこうかた。いや、その隣でお供したい。どうですか、清水さん。まあ、でも、やっぱりこういう時にね、勝つのが。エースでそうなんだね。 やっぱり、ねあのまあ、本人もね離脱したことだったりとかっていうのはすごく自分の中であると思うんですよね、だから今日すごく強い責任感でマウンド上がると思うんで、り今日バチって、ね、こうなんか流れ変えられるようなピッチングができれば、今後ねまた変わってくるでしょうし、でもそれぐらい期待は今日してみたいなと思いますね、<ー>僕は、はい、ワ,インワインでも飲みながらね。ワ、ね、ワインなワインンね俺 うん、それこそ、この投手陣の中で、エース菅野投手が抜けていたっていうのは。やっぱりこう、投手陣の。中で、うん、やっぱそうなん、あの、投手陣の支柱やから。はい、うん。だから、あの、責任が強いし、と思うわね。だから、すっごい気合い入ってると思うよ。うん、だ、俺は唯一、その気合い絡まれ、せんかったら、ええ、まいいなと思うけど。うん、でも、ほらさ、百戦連磨でピッチやから。はい。うん。その中、それこそ、あの、今年入ったシューメーカー。投手。どうですか。 お前初めて失敗やからね。このそうですよね。うん、そ,それまで四試合はビタって良かったから。はい、うん次次回の登板、お前日本ともフォークの抜けをホームランされたけども。うん、ああ自分でも意識してると思うから、うん、すごい楽しみではあるピッチャーですね。うん。うん、あれバッターはすごく難しいと思いますよね。うん、だから同じような軌道で動くんで。 ボール先行でも平気でスプリットいきますもんね、それもいい高さにいくんで、はい、あれをやられると、やっぱりちょっとバッターは迷うというか、うん、あの捉えきれなくなってくるんで、うん、まあそれがやっぱできてるときっていうのは、バッターがまともに打てないゲームもありましたもんね、うん、こう振れないというか、はい、かあれだけ動かがつて請球ができるっていうのは、これはやっぱすごいピッチャーだなと思いますね、うんまあ、今、ちょっとこの先発陣の話しましたけれども、それこそじゃ中継ぎ陣、間ですね、どうですか。 ノブとあいで今今村ね今村と桑原に関しては頑張ったと思うよね。でこっからだよね。こっからちょっとこの試合ちょっとやられてからだからガガっていけるのか押してしまうのかね。だから去年中川とああ鍵屋あの勝ち者二人がいない中ね。本当だビーラもいたわけですからね去年に関してを七八九の見て総特権なかなかないよ。まるまる違うわけ。なかなかない。 そう思ってよく頑張ってんの。ねシーズンを通して投げ続けるっていうのは難しい。まあ先発ももちろんローテを守るっていうのも大変だと思います。やっぱ中継ぎ陣っていうと、それこそ毎日投げられるわけじゃないですか。したことがないけど、大変だと思う。あとまあ、ベンチの信用を勝ち取るには。さきっかけとして、菅野投手のピッチングが。チームの、こう、カンフル剤じゃないですけど。 救世主になってもらいたいいよねなっていただきたいですね、うん、本当にバッテリーが大事になってくるって村田さんおっしゃってましたけどもやっぱこの後半戦戦っていく上でのポイントっていうのは 先発じゃながもうちょっとイニング投げれないのかなとも頑張ってもう1イニングずつうんだから今もう菅野シー,シー、東郷シューメーカーの4本走りでしょ、はい、あとは、まあ、堀田か山崎か赤星か、はいはい、もう一人外国人の名前えー、っと、アンドリース,リース俺見た時はねちょっと遠くから見たんだけど思 <laughs> ってるこのとローよが正規良かったようん、うん、でキャッチャーに聞いたらチェンジアップがいいって言ってたからまっすぐスライダーチェンジアップ どうなんやろう、まあ、ちょっとそれも上がってきたら、うん、村田さんからするとこう先発ピッチャーが清水、ねうん、さんはどのように思われますか先制点取るまではなんとかゼロで抑えてもらうだから先に行かれるとそれをひっくり返すのエネルギーって大変なんですよね、はい、なので加速率上げようと思ったら先制していくようなゲームが必要になってくるんで先に点を与えないゲーム展開を。うん 作っててもらわないといけないのかなと思いますけどね。となるとやっぱり先発。うん、そうですね。先に上げないように。うん。大成、今村鍵谷は頑張っとるよ。それはもうね。はい。うん、うん、うん。大成投手。疲れ出てこないですかね。いや、それは多少あると思う。原さんも大事に使ってるからね。もう三連投さないんだもん。そう、そうですよね。三連投まで。四連投間違い普通だから。この中でやっぱり原さんも。 たししやっとと思うよ、我慢てさ15試合の登板で12セーブって本当しかかも年目らアマチュア時ってこんなに真剣勝負長くすることないんで大学生ってやっぱりそうなんですよなんで今もう真剣勝負ずっと続いてるんでまあその中でやるからねやっぱりちょっと大変さはあると思うんですけどねあとバッターがその球筋をずっと何回も見ると A バッターっていうのはついてくるからね 大勢投手、このシーズン通して投げ続けるにはどんなところを気をつけたらというかポイントとしてはケアかやろうね、うん、やるべきことやってると思うからでも去年、まあ、社会人か広島の栗林で1年持ったもんね、あんなふうになってもらいたいよね。 楽しみですね。というわけで今回はジャイアンツの投手陣についてお話をお伺いしました。というわけで皆さんチャンネル登録、高評価そしてコメントの方よろしくお願いいたします。はい、ます本日はどううもありがとうございました